皆さんはネコネコネットワークという組織をご存知ですか？その活動は、飼い主候補として認められた人間は最高のタイミングで猫に遭遇して飼い主となる。その猫が亡くなった場合や飼い主が多頭飼いしたいと思い始めた矢先、また新しい猫が偶然を装って派遣されてくるなどと言われていて、猫好きの人間のもとに主に野良猫を派遣し、飼い猫として幸せに暮らせるように暗躍している謎の組織と言われています。そんなネットワークがあるわけないと思いがちではありますが、果たしてそうなのでしょうか？そこで今回は、そんなネコネコネットワークの手によるものではないかと思われるような2つの話をお伝えします。アメリカ・テキサス州に住むカップルは、今年1月愛する飼い猫を亡くし悲しみを抱えていましたが、1匹の野良猫がどこからともなくやってきました。野良猫は訪問回数をどんどん増やし、毎日家を訪れるようになりました。そしてついにこの家の飼い猫となるわけなのですが、すごいサプライズが隠されていたのです。テキサス州オースティンに住むエリン・ブリーアンさんとパートナーのランドンさんは動物が大好きなカップルです。2人は現在マーフィーという犬を飼っています。以前はマックスというオス猫も飼っていたのですが、今年1月に亡くなり、悲しみの渦中を過ごしていました。そんな時、一匹の野良猫がどこからともなく現れ、カップルが住む家の庭に姿を現すようになりました。3月末から週1ペースでやってきたその猫は、徐々に来る回数が増え、しまいには毎日来るようになったそうです。最初は撫でさせてくれるほど人慣れしていない様子でしたが、その距離はどんどん縮まっていきました。エリンさんたちが餌をあげると食べ、スリスリ顔をすり寄せたり、お腹を見せるようになりました。こいつはオスだろうと思ったランドンさんにより、ケビンと名付けられた猫は、いつもベランダでカップルと夜1時間から2時間過ごすようになりました。それからというもの、ケビンはカップルがベランダから家の中に戻ろうとするとついてくるようになり、やがて家の中にも入り込むようになっていきました。エリンさんが仕事場にしている部屋にもやってきて、ケビンは横になったり、時にエリンさんの膝の上でくつろいだりするようにもなりました。まるでここが我が家と言わんばかりの態度を見せるようになったケビンは、カップルの飼い犬マーフィーともすぐに仲良しになりました。仲の良かったマックスを失って元気がなかったマーフィーも、新しくやってきたケビンにその悲しみを癒されたようです。エリンさんとランドンさんは、自分たちにすっかり懐いている野良猫ケビンを飼わないという選択肢はありませんでした。まずは獣医院へ連れて行き、マイクロチップが埋め込まれていないか確認することにしました。結局ケビンにチップは埋め込まれていなかったのですが、驚く事実が判明しました。なんとケビンはメスで妊娠していたというのだから、驚きを隠せません。これまでエリンさんとランドンさんは、子猫の世話をしたこともなければ、メスの猫を飼った経験もなかったのです。サプライズを得た2人はすぐに地元の動物保護施設に連絡し、ヘルプを要請しました。シェルターの助けのおかげで、2人はケビンの里親として登録され、生まれた子猫がある程度成長すれば養子縁組の手続きやマイクロチップの埋め込み、予防接種の手配ができるようになりました。2人が万全の準備でケビンの出産を迎えた4月1日、ケビンは無事に4匹の子猫を出産しました。 Facebook でこれまでの経過を記録し続けてきたエリンさんは、元気に生まれた子猫たちが2組ずつ永遠の家を見つけたことをシェアしました。2匹はオースティンに住む2人の友達の家に、そしてもう2匹はサンフランシスコの古いルームメイトのもとへ引き取られることになりました。
そしてケビンはそのままエリンさんとランドンさんが飼うことになったそうです。愛病を失って悲しんでいたカップルと犬のもとにふらりと現れた野良猫のケビン。ケビンはいつの間にかカップルにとってなくてはならない存在となり、悲しんでいる暇もないくらいの多大なサプライズを用意していたのです。エリンさんもランドンさんも、そして愛犬のマーフィーも悲しみに暮れていたところにふらりと現れたケビンと、その後生まれた子猫たち、みんなが幸せになれたことは、やはり猫猫ネットワークという組織のおかげなのかなと思ってしまいますね。いずれにしてもみんなが幸せになれて本当に良かったですね。これからもそれぞれ幸せな日々を過ごしてほしいですね。さて、猫猫ネットワークは世界中で活動しているようです。テキサス州ヒューストンでも活動報告ならぬ話がありましたのでお伝えします。その猫は妊娠中から懐いていた人に程よい距離感で会いに行き、ついには出産した4匹の子猫を含めて丸ごとお世話になっているのです。画像共有サイトイムガーのユーザーで、ハンドルネームハンバーガーさんの住むヒューストンの商業地区には野良猫の群れがあるそうです。ハンバーガーさんの自宅にキャリが初めて現れたのは7週間ほど前のこと。とても人懐っこく、また一目でわかる特徴がありました。それは妊娠していたのです。とてもおしゃべりで、にゃーにゃー言いながら私たちの方へまっすぐに歩いてきました、とハンバーガーさん。しかしまだその時は来ていませんでした。この訪問でキャリが要求したのは、少しの餌と頭を撫でてもらうことだけだったのです。満足したキャリはどこへともなく姿を消していきました。そしてその2週間後に再び現れたキャリは、目に見えて小さくなっていました。どこかで子猫を産み落としてきたのでしょう。ハンバーガーさんと家族はどこかにいる子猫を保護しようとキャリの後を追いました。しかし子猫は巧妙に隠されており、どこを探しても見つかりませんでした。さらに2週間後、ハンバーガーさんの家をキャリが訪れるのは3度目です。なんと今度は待望の子猫を連れての訪問だったのです。ハンバーガーさんの自宅の玄関は2階にあります。キャリは連れてきた子猫を玄関先に置き、階段を降りていきました。そして隣家の敷地のどこかから2匹目の子猫を連れてきたのです。ハンバーガーさんが見守る前で、キャリはさらに2往復し、合計で4匹の子猫が玄関前に集合したのでした。子猫を2階へ連れてきてからというもの、キャリは1日24時間週に7日子猫と一緒にいます。つまりはここに席を置いたということなのです、とハンバーガーさん。キャリはハンバーガーさんの家の屋根付きの中庭で子育てをしているそうです。ほとんどずっと子猫の世話をしているのですが、たまに疲れると人間のオフィスにやってきて休憩をとっていくそうです。キャリ一家の未来は安泰です。子猫の里親にという申し出がすでにたくさん来ているとのこと。子猫は現在生後5から6週ですが、十分に成長したところで避妊・去勢手術の上、2匹ずつ引き取られていくことになっているそうです。キャリ自身はすでにこの家を自分の住処と定めているようです。こちらも近いうちに獣医による健康診断と避妊手術、ワクチン、虫下し、飲み取りといった必要な処置を受ける予定だそうです。こうして猫猫ネットワークによるマッチングが成功したかのような話がここにもありました。キャリお母さんと子猫たち、縁あって新しい家族が決まり、本当に良かったですね。猫猫ネットワークの組織により、飼い主として認められると派遣されてくる猫たち。不思議な話ですが、実際にたくさんの猫をすでに飼っているにもかかわらず、次々と捨て猫、野良猫と出会い、引き取らざるを得なくなる、
飼っていた猫が虹の端に行ってしまった矢先に新しい猫との出会いがある。多頭飼いを考え始めていたら絶妙なタイミングで猫と出会った。猫飼いたいねと話していたら猫飼わないと偶然にも友人から言われたなどの報告もあるようです。猫との出会いはやはり猫猫ネットワークの組織によるものなのかもしれないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。